皆さんこんにちは、稲田水です。今日は久々にスプラトゥーン2やっていきたいと思います。ビデオカメラで撮らないで、直接パソコンの方に画像を送って録画するというものができるようになったので、今日はそれを祝してやりたいと思います。でですね、昨日知ったんですけど、スプラトゥーンのレギュラーマッチ、こちらが通信プレイが有料になったってことを知らず、お金払いました。やります。では第1試合目やっていきたいと思います。いつも通り3試合で1セットでやっていきましょう。娘が好きなところだし、これ一番最初買った時に第1回目の時にやった箱だな。こっちゃんがお昼寝から起きてきた時に、あ、やばい、突っ込みすぎた。あ、落ちた。ここ落ちたとしても前みたいに姿が映らないから、私になんていうの？が一番悲しい。ああ、分かった。よかった。負けてなかった。だから、こっちゃんとネーネの場合はアカウントがファミリー設定になんかランク付けになってなの？したはずなんだけどできてないから、もう一回一からやり直しな。はい、本日第2試合目やっていきたいと思います。だからまあそのランクのままでやりたいんだったらデータ残しておくからやっていくけど、こういうレギュラーマッチはできないよ。紐付けができてなかったから完全にしたはずなんだけどね。なんか私すごい狙われてる、狙われてる。やだー、ちょっと揺れてるから。あなた
はい、久しぶりの第2試合目も勝ちました。ラッキー、仲間が良かった。だって塗るのだけは一応前にやった。はい、本日3試合目でございます。これで方はおしまい。タコはできるんじゃないの？タコだってお金払ってる。
私じゃない、あ、私だ。なんか当たったべ。と思ったら仲間だ。やったね。ということで3回連続勝利いたしました。本日の動画はこちらでおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ひなたすいでした。またね。バイチャー。